て。私たちが同じ存在だったら。私はあなたを。独立捜査係配属になったクレハ・アドリです。僕とアドちゃんがついてるからね。なんなら僕がズバンとひとっ飛びするよ。あ、マクガイさん。二人ともエクソシスト支援アプリはインストールしているな。これが独立捜査係の仕事の流れだ。ユキオ、あの人ら見たことあるよな。独立捜査係、人々に寄り添って人々に一番近い場所にいるエクソシスト。なんかさ、それっていいな。奥村先生、あなたはどう思います？家紋の悪魔と百歳楼閣の高齢画に関係があるというのですか？これが私のエクソシストとしての道だと思うんです。せめて私たちが同じ存在だったら、私はあなたを救えたのだろうか。